寒い、今日寒いな、 足寒い。今日はですね、今日はおじさんがですね、バイクに乗ってて怖い思いをした話をね、ちょっとしたいと思います。マイク取れてる。おじさんはですね、2年前に普通自動二輪免許取ったんですけど、45歳になって、ちょうど6月頃だっけかな、6月末ぐらいに取ったんですけど、その時夜勤に当ててですね、まあ夜勤前に通って取ったわけで、取ったんですよね。で、バイクも ZRX400 買って、まあ、夜勤やってると、休みの日バイク乗ろうと思っても、もう起きたら夕方だっていうパターンが多くてですね、ほとんど乗れてなかったんですよね。で、取って1ヶ月したかしないかぐらいで、会社の同僚からも休みの日寝てたんですよね、疲れて、夜勤で疲れて寝てと連絡があって、まあ、走りに行こうぜって、もうハヤブサに乗ってる人と CB のセンダボ乗ってる人と、あとマツダの RX8 だっけかな、車1台でちょうどこの道に来たんですけど、まだね、教習所出たばっかりでこういう道走ったことなかったんですよね、当時。で、走ろうとも思わなかったですね、怖いから。車では通れても、バイクじゃちょっと自信なかったんですよね、こんなくねくね道。こうやって喋ってるだけでも緊張するんで。でですね、連れてこられて、先頭にハヤブサが走ってって、まあ、車とバンバン抜かしていくわけですよ。で、後ろにね、センダボの人がついてくれて、でもね、あれでしたね、本当怖かったですね、こういうとこ走るのは。やっぱり教習所っていうのは、市街地を想定した法規走行の練習しかしないんですよね。こういうくねくね道は走りませんから。で、このくねくね道で、ここじゃないね、曲がりきれなくてですね、ここです、ここだ、ここかな、曲がりきれなくて対向車と正面衝突しそうになったんですよね。ほんとギリギリでしたね。あ、もう死んだと思いましたからね、自分で。もう今となっちゃ笑い話になりますけど。で、それからはね、まあその日は無事に帰ったんですけど、人とは走んないようにしましたね、それからは。やっぱり人と走るとですね、上手い人が前にいようが後ろにいようが、ついていかなくちゃとか、ついていかなくちゃとかっていう心理とか、後ろにいればいたで遅いと迷惑かけんじゃないかとか気使っちゃうんですよね。気使う神経、性格の人なんかは。なので、僕の性格では人と走らない方がいいなと思って、これからね、免許取られる方は、まあ、もしか取ったばっかりの方はね、あんまり人と走んない方がいいと思いますね。こういう峠道なんか、峠とも言う、ここは峠なんていう道じゃないですけど、これ難しいですから、取り立ての頃は。コーナーにね、応じたブレーキングっていうのはなかなか難しいもんで、初心者の頃は。膨らんでっちゃったりするんですよね。もしか内側に入りすぎてしまうと。右コーナーでもインにつけすぎてね、反対車線の車がセンター割って膨らんでくることもありますから、ちょっと危ないですよね。
大体僕は取り立ての頃こう膨らんでっちゃう時どう対応していいか分かんないから、アクセル戻してリアブレーキちょっとリアブレーキでライン変更するなんていうのは後から気づきましたからね、だいぶ経ってから。あとね、初心者のうちはね、いろんな人の話やっぱ聞いちゃうんですよね、先輩たちのね。でね、バイク乗りってみんな言うこと違うんですよ例えばね、僕がニコ生で放送してるんですけど一本橋が苦手だなんつって放送すると、来る人来る人みんな違うこと言うんですよね。シートを前に座れとか後ろに座れとかね遠く見ろとかね、教官でもね、遠くの方見なさいって言う人と、いやそんなに遠く見ない方がいいよとか言うね、みんな違うんですよやっぱ言うことね。やっぱでもそうだと思うんですよね、体格も違えば、運動能力、運動神経とか反射神経とかの能力も人それぞれ違いますから、それが当たり前だと思うんですけど、やっぱりね、あれですよ、バイクはね、まあバイクだけじゃないですけど、習うより慣れろですね、毎日のようにね、乗った方がいいですよね。やっぱり、下手くそでも毎日乗ってはうまくなりますから、うまくなるって、速く走れるとかね、そういう意味じゃなくて、無駄な動作がだんだんなくなってきたりとか、疲れないポジションに自然になっていくとか、やっぱりその乗ってる時間だと思いますね。まあ、いやでも毎日乗ってりゃ上手くなりますよね、何でもそうだけど。それをね、上手い人のアドバイスをそのまま聞いちゃっても自分に合うか合わないかっていうのもあるんですよね、やっぱりね。うわ、パトカー、何にも悪いことしないけどドキッとする大体もね、 YouTube でちょっと動画見てたら、仲間でね、峠道走ってる子、走ってる人の動画見たら、やっぱりね、センター割っちゃったりしてましたからね、事故なくてよかったなと思いましたけど、あの動画見てて。特にね、上りなんかは、まあ、そんなあれでしょうけど、下りは怖いですよね、やっぱりね。惰性でね、走ってっちゃうから。まず取り立ての頃、それでここで怖いもんし、しばらくこういうとこ走んないで、どういうとこ走ってたかっていうと、もっと緩いとこ走ってましたね。こんなグリ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 アップダウンのあるとこじゃなくて、アップダウンがそんなになくて、まあ緩いカーブがあるとこで練習してましたよね。まあ、国道走ってればね、これも国道ですし、これも国道だったかな、国道108号線。国道のね、大きい道走ってれば、こんな怖い思いをすることはないと思う。こうね、しっかり減速して。減速をして、怖くないところまで減速して、あとあれですよね、初心者の頃はもう怖くて車に煽られ、あんまりねスピード出せなくて怖い時なんかはこういう道だと地元民の軽トラなんかは80キロぐらいで走ってますから大体そういう時は
脇に寄ってね抜かしてあげるのが一番いいと思います。減速して自分のペースで走るのが一番大事ですから。かといってねのろ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 走ってるのも交通事故を誘発する原因になるんで、自分じゃなくてね他人の周りの車をそういう風にそういう状況にしてしまうんでどうかと思いますけど、まあ制限速度プラスアルファで走ってる分にはまあそんなに邪魔扱いはされないと思いますけどね。40まあ大体40キロ制限30キロ制限なんてとこはもうあれですよね、こうくにゃくにゃしてますよね。もうこれ先が見えない、先が見えたら加速。ここ最初来た時怖かったんですよ。こんなうねうねしてたの教習所じゃないでしょだってこういうの教えてくんないじゃんみたいな、当たり前だけど。こういうとこもね対向車車なんかセンター平気で寄ってきますから。今時なんかねスマホ見ながら運転してる人多いんで、こんな道でも国道じゃなくても気をつけないと。事故はねどんなに気をつけてても運が悪いといますからね。最近は特に高齢者のドライバーさんが多くなってきて、ウィンカー上げない人とか結構見ますもんね。ウィンカーは上げない、変なところで U ターンしようとする、結構見ますよね。もう一回免許の書き換えで杖ついて家族に手支えられながら免許の更新来てる人いましたね。おいおい興奮するのかよと思いましたけどね。まあということで、初心者の頃に怖い思いをしたっていう話でした。ありがとうございました。